今日も試合前に観戦させていただいて、ものすごく日本のチームの皆さんから勇気をいただいて、頑張るぞっていうふうに思えて、ものすごく良かったんですけども、最終回、大谷さんが投げてるところにどうしてもコンビニにご飯を買いに行かないといけなくて、急いで買いに行って戻ってきたんですけど、もう試合は終わってました。以上です。